我々の挑戦を受け入れていただけるだけのポテンシャルを持ったハーブだと新しい楽しさが作れるんじゃないかな。オンライン RPG の礎となったファンタシースターオンライン、その最新版が PS ビータから満を持して登場。ファンタシースターシリーズのプロデューサーである株式会社セガの酒井聡に話を聞いた。いつか家庭用ゲーム機にも出したいなと思っていたんですけども、まあ、そこに現れたのがですね、プレイステーションビータというプラットフォームなんですね。まあ、家庭でもプレイできるクオリティもあるし、それを持ち歩いて、まあ、友達とプレイするだけじゃなくて、さらに遠くの人とも一緒にプレイするっていう新しい楽しさが作れるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。大きなポイントとしては PC 版と同じサーバーでプレイができるっていうところと、PC 版と全く同じデータを使用できるっていうところなんですね。だから PC 版で育てたキャラクターをそのままビータでプレイしていただくことができるっていうのは大きなポイントかなと思います。やっぱり通信機能っていうところが大きな魅力だとは思うんですけど、まだまだそれを使いこなしているソフトっていうのは出てないのが現状じゃないかなと思います。ファンタシスタシリーズってやっぱりずっと挑戦してきたソフトなんですね。そういう意味では我々の挑戦を受け入れていただけるだけのポテンシャルを持ったハードだと思ってますので、その新しい遊び方みたいなのをプレイステーションビータで実現できるんじゃないかなっていうふうに僕たちは思ってます。いろいろなテストを重ねてかなり面白いものになっていると思いますので、ファンタシスタオンライン2と、プレイステーションビータでオンラインゲームの新たな可能性を作っていけると思います。プレイステーションビータ